国際武道大学は、千葉県勝浦市新館841番地に、本部を置く日本の私立大学である。1984年に設置された。大学の略称は、武大、国武大。柔道の有段者で、東海大学創立者の松前茂吉や日本、武道館関係者とのパイプを持った勝浦市長の山口義輝が、学園都市構想の一環として誘致し、 私有地を提供して1984年に開学した。山口自身も長年大学の理事職を務めた。また、日本武道館の研修センターも山口の誘致によって同じく勝浦市内に開設された。武道、体育、スポーツに関する教育、研究を中心とする私立大学である。公式野球部はプロ野球選手をたびたび輩出している。 また、読売ジャイアンツ監督の原辰則が、公式野球部監督の岩井美樹体育学科教授と、東海大学公式野球部の後輩であった、関係などから、2009年4月より、客員教授に就任した。見学君、創立者、松前茂吉は、武道の伝統文化の価値を尊重し、平和構想を甘ねく普及すると,とともに、国際友好親善を深めることにより、 世界平和を築くという崇高な考えに基づき、武道によって優位な人材の育成を行うことを目的に国際武道大学を創設したとして以下の見学訓を掲げている。和高度よ武道によって、不動の人生観を体得せよ和高度よ武道によって、 平和の世界観を把握せよはコードよ武道によって、何時の体育を養えは高度よ武道によって、忍耐礼説の道を学べは高度よ武道体育の、精神の過酷最友情の大道を築こう。教育目標大学、学部の教育目標を、見学の精神を理解し、幅広い教養と、専門的知識を習得することにより、手術の事象に柔軟に対応できる能力を発揮し、 社会を豊かにすることができる人材を養成すると定め大学院の教育目標を武道、体育及びスポーツの分野において高度な専門的知識や実践能力を有し優れた研究、開発能力を身につけ豊かな創造性を発揮することができる専門職業人を養成すると定める。講演会在学生の保護者全員を本会の正会員とする。 全国11支部にまたがる講演会が存在する。個別面談会や支部総会を通じて、大学と保護者との連携を図っている。学部大学院別科国際学術交流東京抵抗。ありがとうございます。